トゥピゴ族とは、南アメリカ大陸で用いられる70ほどの言語から、なる語族である。これに属する言語の中では、トゥピゴとグアラニーゴがよく知られている。ポルトガル人がブラジルに到達した、際、延々と続く、新大陸の海岸を、どこまで進んでも、各地の住民が似たような言語を話していることに気がついた。それを利用したのが、イエズス会の宣教師である。 彼らは互いに似通った言葉から共通語を作り出し、リンガジェラールと名付けた。なおリンガジェラールは19世紀になるまで当地で話されている。トゥピゴ族のうちよく名が知られ、また広く話されていた言語はトゥピゴである。この娘言語は今でもリオネグロ地方を中心に先住民によって用いられ、ニエーンが手ごとして通用する。しかしながら、 トゥピゴ族に含まれる言語はこれだけではない。近隣のスペイン植民地にあっては、グアラニー語など、トゥピゴと関連の深いトゥピゴ族の言語が似たような、歴史をたどってきた。トゥピゴもポルトガル語に抗ってよく残ってきたものの、しかし、グアラニー語はそれ以上の成功を収めた。スペイン語に立ち向かい、今では700万人の和舎を抱えて、パラグアイとボリビアの公用語の一つに指定されている。 トゥピゴ族にはこれらの他に和者数の少ない数言語を抱えている。これらの言語には、形態論的に不規則なところがあり、こうした不規則性が J 語族やカリブ語族の言語にも存在することから、ブラジルの言語学者であるヒベールはこれらが J トゥピカリブ、第語族を構成しているのではないかとしている。チェストミール老子とかによる基礎語の対象表は次のようになっている。 ありがとうございます。